フェルナン・アルセニオ・ペレス・ゴンサレスは、パラグアイ・フェルナンド・デラ・モラ出身のサッカー選手。パラグアイ代表。あるアハリドーハ所属。ポジションはフォワード。2005年から、タクアリ FC のユースチームに所属し、2007年にトップチーム昇格した。2009年7月30日、スペインのビジャレアル CFB に移籍し、2011から12シーズンから、 トップチーム登録になった。2014年1月31日、ギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC に期限付き移籍した。2015年1月30日、セグンダ・ディビシオンのレアル・バリアドリードにシーズン終了までの期限付きで加入した。2015年7月3日、RCD エスパニョールに移籍した。2018年1月12日、 デポルティーボ・アラベスにシーズン終了までの期限付き遺跡で加入。2019年7月24日、あるアハリ・ドーハと4年契約を締結した。U-20 パラグアイ代表として2009、南米ユース選手権に出場し、得点王となる5ゴールを決めた。2010年3月31日の南アフリカとの親善試合で A 代表デビュー。 コパアメリカ2011のメンバーに選ばれ、準々決勝のブラジル戦に途中出場した。2012年8月15日のグアテマラとの親善試合で代表初得点を記録。ありがとうございます。